ガチで天気の知識をつけるガチ天。ここからはガチ天のコーナーです。毎週土曜日日曜日のソライブムーンの日替わりコーナーはガチ天のコーナーを行っています。こちらはですね、ガチ天という名前だけあってちょっとガチすぎるお天気の言葉が登場することもあるんですけれども、この後お天気のクイズに参加していただきたいと思います。ただ最後に予報センターから解説が入りますので安心してご参加ください。本日ですね、全国プロジェクトアイコンセミナー慶応セミナーで、全エリアが終了いたしました。延期の福岡を除いては全てのエリアで終了したわけなんですけれども、皆さんこのセミナーに参加していただいてきっと空読み力もアップしているんじゃないかと思います。ということでここからはクイズ形式が久々に戻ってまいりました。今までアップしてきたこの空読み力、腕試ししたくないですか？ここからは皆さんにですね、クイズにチャレンジしていただきたいと思うんですけれども、今日は全部で5問出題していきます。ちょっと多いんですけれども、サクサクとちょっとショートでクイズを出題していきたいと思いますので、考える時間が少し短いかもしれません。ぜひ皆さんもわからない方はちょっと後で解説が、ね、ありますので、とりあえず、ね、参加していただければと思います。間違ってしまっても問題ありません。でこちら今回はですね、ソラキャンバスで参加していただきたくて、ソラチャット今開いている方、チャットの右下に鉛筆マークがあるかと思います。この鉛筆マークをクリックしていただきますとキャンバスが出てきます。で当てはまるものに丸をつけてねというふうに1から5と出ていますので、ここに例えば1問目の答えがひょうだなって思ったら丸していただく形です。でこれですね、実はいくつ丸つけるかって一つだけじゃない場合があります。答えがだから2問目はじゃああられと豆腐だなとかね、いくつ答えがあるかは分かりませんので、ぜひ考えながら参加していただければと思います。難しいですよ。ではルール分かりましたね。一つだけとは限りません。一つだけかもしれないです頑張ってくださいね。マウスで書くの結構辛いなと。頑張ってください。なんとか頑張ってください。さあではここからは早速1問目から出題していきたいと思いますが、5問ありますので、ちょっとね考える時間少ないので頑張ってください。ついてきてください。では早速1問目、地上に落ちた時に液体なのは、地上に落ちた時に液体なのは。さあでは終了1分前、 BGM なりました。この BGM が終了次第締め切っていきたいと思います。キャンバスはですね、まだ送信ボタン押さないでくださいね。5問すべて終わってから送信ボタンを押していただきますので、空ボタンが1分前で終えていきたいと思います。地上に落ちた時に液体なのは、雪、氷、あられ、雨氷を通う、雪、氷、あられ、雨氷を通う、こちらの4択です。 OK、 これは問題ないと。南部片富士さん、さすがですね。岩手のセミナーでもかなり活躍していろいろ話伺いましたけれども、さすがの空読み力です。ニコ生のコメントはドンチキ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  OK、 ドンチキドンチキ、あ、もう分かったよって方もいらっしゃいますねさあ皆さん急いでください。では空ボタン終了いたしました、これ空ボタンはもうこれ見ちゃっていいんですか？最後にまとめて、じゃあちょっと見るのやめましょう。ここで後で直されちゃう可能性がありますからね、では2問目いきましょう。サクサクいきますよ。2問目、一度も液体にならないものは、一度も液体にならないものは。こちらも選択肢一緒です。雪、氷、あられ、雨氷を通う。さあこれも1分前 BGM 鳴らしますよ。 BGM が終了したら空ボタン締め切ります。あ、楽勝だぜとゲットンさん、余裕ですか。本当試験みたいだな。ひで51さん、
そうガチ天ですから、ガチ天は毎回このようにガチのお天気のクイズを行うコーナーですので、本日もガチでお天気のクイズを出題していきたいと思います。複数回答ありと。そうですね、答えは一つとは限りません。あ、これちょっとここで複数回答ありですかって質問が飛び交うってことは、これは相当ヒントになるんじゃないでしょうか。ここでこういう質問が出てくるってことは、きっとここ答え一つじゃないんでしょうね、うん、これ空ボタンじゃ無理じゃねと。あ、そうですね、どうしたらいいまあこう言うとあれなんですけど、まあ、一つじゃないんですよ答え確かにそうですね、私も気づきませんでした。そうですあのどれかを押したら正解にしましょう、じゃあ、はい、気づきなさいよ。では3問目いきたいと思いますよ。3問目こちらです。電線焼きにつきやすいのは、電線焼きにつきやすいのは、ソラキャンバスには何を書くのかしらと、丸で囲っていただきたいと思います。当てはまると思ったもの、丸で囲っていただければと思います。電線焼きにつきやすいのは、終了1分前スタートです。 BGM1 分間になりますので、 BGM が終了次第、ソラボタン締め切っていきたいと思います。これは分かった。でもあれも状態によってはつきやすいけどなと、ちょっと難しいですね。比較したことないな、うん、スズメかなってきたあの選択肢に一応スズメは今のところご用意しておりません。鳥かなとかね、ニコ生でもドンチキドンチキドンチキスズメドンチキと、スズメは選択肢にありません。今回もこの同じ4択で選んでください。それでは終了いたしました。空ボタン参加ありがとうございます。では答えを見る前にお次の問題もどんどんいきましょう。お次はじゃん、スリップしやすいのは、スリップしやすいのは、いろんな方面から質問が飛んできますので、なかなか難しいですが、間違ってしまっても大丈夫です。さあこちらもでは終了1分前を鳴らしていきましょう、うん、これも何を基準にするねんと。そうですね、なかなかこれはスリップしやすいで言うと、スリップしやすいのはアイリンアイリンアイリン、いや私は滑ってないですよ、私のダジャレは滑っていません、うん、庭さんにしようという、うん、先ほどね、今日初めましてのアローンさん、そんなにこう天気を意識したことないなーなんていうふうにコメントしてくださってましたけれども、この番組毎日参加していただきますと、いつの間にかこう天気がね気になるようになっていくと思いますので、今ねこの問題もしわからないものがあっても大丈夫です。これからぜひお時間のある時にどんどん遊びに来てください。ガチャピンきっかけでもありがたいですよ、何がきっかけかわかんないですからね。では終了いたしました。皆さんご参加ありがとうございました。それでは皆さん次でラストになります。ついてきていますか。ではラストを見ていきましょう。最後の問題です。夏でも見られるものは、夏でも見られるものは、さあこの中から丸で囲ってください。空キャンバスで聞いております。あ、空キャンバスもここで1分前、空キャンバスもここで1分前だそうです。これ最終問題です。ぜひよろしくお願いします。
お、こんな素敵なお姉さんが出るのならいくらでも参加したいですと、ありがとうございます。そういうね、あのお褒めの言葉はどんどん拾っていきますのでね、これからもよろしくお願いします。今ソラキャンバスもこのタイミングで締め切っていくということですので、ソラキャンバスの方、丸囲ったらもう送信ボタンを押してしまってください。ソラキャンバスの方も送信ボタンを押してください。そろそろ終了になります。 BGM 終わってちょっと締め切るまでに余裕をください。スタッフさん、ちょっと丸つけてから送信までの時間がありますからね、キャンバスはね、うん。さあでは、締め切っていきました。ではソラキャンバスも終了していきましょうか。終了5秒前、ソラキャンバス終了5秒前、送信ボタンを押して5、4、3、2、1、終了です。さあでは皆さんありがとうございます。さあでは分かりましたか。じゃあ正解を見ていきましょうか。じゃあ正解は、あ、これが正解でした。本当に学校のテストみたい。皆さんこんな風に丸できました？さあではですね、解説を予報センターの永井さんにお願いして、その間にですね、またキャンバス、後ほど、皆さんの答えもねちょっと見ていきたいと思いますので、予報センターの永井さんに解説していただきましょうか。では永井さんお願いします。よろしくお願いします。いや今日5問も出題されて、はい、結構皆さん慌てたと思うんですけれどもそうですね、はい、本当に多くの方がご参加いただきました。はい、皆さん最後までついてこれましたでしょうかもうやだみたいな結構時間なかったと思うんですけれども、ねはい、かなり、ね、知恵熱出てますと、引っ掛け問題もあったりなんかして、はい、うん、はい、さあでは順番に解説していただきたいと思うんですけれども、はい、まず1問目から見ていきましょうか。はい、その前にですね、はい、まずそれぞれ雪、ひょう、あられ、はい、雨ひょう、とう、何かっていうのを見ていきたいと思います。お願いします。はい、ですね、まず雪ですね、はい、雪といえば空気中の、まあ、上空で空気中の水蒸気が結晶になりまして、はい、冷えて結晶になったものが、まあ、雲から落下してくるというものですね。はい、で、六角形のお花の形の結晶っていうのが、うん、皆さんよく知っているかと思いますけれども、はい、まあ、結晶一つ一つがちらちら落ちてくると、まあ、粉雪ですよね。はい、ボタン雪の時ってちょっと気温が高くて、こう、雪の結晶が表面がちょっと溶けてきて湿っている場合にペタペタこの雪の結晶がくっつき合って落ちてくるというのが、このボタ雪、綿雪のタイプですね。はい、そしてですね、ひょう、あられについて、これは、活発な積乱雲があります。上昇気流が盛んです。うんうん、その中で雲の中でですね、上昇気流に、氷の粒が持ち上げられて、はい、何度も何度も雲の中でですね、氷の粒同士がくっついて、はい、大きな粒になって上昇気流になって、なかなか落ちてこないわけです。落ちてこないうちはずっと成長してます。はい、どんどん大きくなってきます。大きくなってもう重さに耐えきれなくなると落ちてくる、うん、ということで、まあ端的に言ってしまうと氷の粒なんですよね。うん、はい、氷の塊で、このひょう、あられ、大きさによって呼び方が違います。はい、あられの場合は直径が5ミリ未満、直径5ミリ以上になるとひょうになります。はい、で氷の塊として落ちてくる氷あられと、氷の表面にですね、水蒸気がまたペタペタ凍りついていって、結晶として凍りついていくと、まあ、氷の表面に雪の結晶がついた状態、はい、そうするとこう白っぽく出て落ちてきますけれども、雪あられっていう場合がありますね。はい
はい、そして続いて雨氷、雨氷、はい、これはですね雲の、中から落ちてくるときは最初雪だったりあられだったりしています。はい、上空は0度以下冷えた空気です。でもこれが途中で落ちてくる途中で0度以上の、空気の層を通るときに溶けます。雨になります。通常日本で降る雨っていうのはだいたいここまでのタイプなんですね。ここまで、はい、うんうん、ここまでの部分、最初雲から落ちてくるときは雪として落ちてくるんですけども、はい、暖かい時期はもう全部溶けて、水の水滴となって液体となって落ちてくる、それが雨なんですけれども、うん、その後雨氷の場合なんですけれども、さらに、低い位置地上付近に来たときに冷たい空気がある場合に発生します。はい、上空って通常、高いところの方が冷えてはいるんですけれども、うん、地上付近に冷たい空気が溜まっている時ですね、はい、一旦雨になって液体になって落ちてきます。冷たい空気の層を通る時、これ、下冷却水滴っていうんですけれども、はい、0度以下でも凍りつかない液体の状態として落ちてくる、うんうん、はい、なんか何も衝撃を与えずにそーっとしておくと凍らない水滴っていう状態があるそうなんですね。はい、これが地上に落ちた時の衝撃で凍りつく、うん、山形の樹氷なんかも、有名ですけれども、あれも冷たい西風北風によって下冷却水滴が運ばれてきて、うん、木にぶつかって凍りついていくという現象ですね。はいはい、これと同じものが地面ですとか、その他草木ですとか車ですとか、うん、物に対して、起きる場合雨氷というものが相発生します。はい、でこれね、先月の末ですね、30日だったかな、長野ですとか山梨でリポート届きました。車に雨氷衝撃で凍りついて、うんうん、こう車の表面が凍ってコーティングされたような状態に、こんな風になるんですね。はい、そしてこちら木の枝にぶつかって凍りついたという状況、はい、こういったリポートも届きました。はい、さあそしてもう一つ豪雨ですね。これも、上空の空気の層は先ほどの雨氷と同じ状態なんですけれども、はい、最初雲から落ちてくるときは雪もしくはあられで落ちてきます。ちょっと暖かい層を通ったときに雨に変わります、一旦、うん、なのですが今度はそれより下の冷たい空気の層を通るときに下冷却水滴ではなくて実際に凍ってしまいます。はい、凍った氷の粒として地上に落ちてくると、一変雨になったんだけれどもその後氷の粒として落ちてくるものが豪雨というものです。はい、見た目的にはあられや氷と似ているんですけれども、氷の粒が小さめで比較的こう透明透き通っていることが多いですね。うん、そういった、特徴があります。はい、こんな感じちょっとなんか綺麗に見えますけれども ね、はい、でもこれ氷の粒、細かい氷の粒コロコロしてますので、はい、これも厄介なんですよね。うーん、ということで、問題を一つずつ見ていこうかと思いますが、はい、まず1問目が、うん、ダダン、地上に落ちた時に液体なのはということで、先ほどの説明にあった通り、雪、氷、あられは氷の結晶もしくは氷の粒としてそのまま落ちてきますね。はい、豪雨も一旦は液体に変わりますけれども地上に落ちた瞬間はもう凍ってますね。うん、地上に落ちた時に液体だったものは雨氷ということになります。はい、これは選択肢は一つ、はい、いうことになりますね。雨氷だけ丸した方が正解です。正解では2問目、はい、一度も液体にならないものは、うん、
これも説明した通り、うん、雪とあられと氷ですね。これ実は選択肢2つありましたね、うん、はい、雪、氷、あられと、はい、とあられ氷の2つになります、うん、はい、豆雨と雨氷は一旦雨に変わった後、うん、何かが起きているものです、はいはい、うん、3問目、電線や木につきやすいのは、うん、もうこれはですね、はい、雪って表面が溶けると湿った雪になるとペタペタ雪同士もくっつきやすいですし、うん、物にもくっつきやすくなる、着雪って言いますよね、はい、まず雪が当てはまる、うん、あられ氷、これ氷の塊なので、うん、なかなかくっつかないですよね、さすがに、イメージで、想像できるかと思うんですけれども、はい、そして豆雨に関しても空気中で、まあ、一旦雨に変わってますけれども、その後また氷の粒、コロコロの粒として落ちてきますので、はい、電線や木にペタペタくっつくことはありません、はい、雨氷は液体として落ちてきますけれども、まさにこの地上のものにくっついて突然凍りつくという性質がありますので、うん、くっつく性質を持っています。ということで問いさん、電線や木につきやすいのは、電線や木にくっつくのは雪と雨氷です。ほー、4問目、はい、これがね、はい、これみんな引っかかったでしょ。スリップしやすいのはって、スリップしやすいのは答え全部ですということで、まあ、雪もね、圧雪状態になっても、うん、ツルツルになってくると滑りやすくなりますし、はい、水と混じってシャーベット状になってもやっぱり滑りやすいですし、氷、うん、あられ、そして豆雨、氷の粒です、コロコロの状態ですので、皆さんビー玉ですとか、はい、BB 弾とかがこう周りに巻かれてるとして、自分がその上を歩くと思ってください、はい、危ないですね、うん、すってんころりんしますよ、はい、滑りやすいです、うんうんうん、そして雨氷、これも過冷却水滴が地面に瞬間凍りつく瞬間スケートリンクです、はい、ということで滑りやすい、うん、全部滑りやすいやんということです。へー、全部つける勇気がなかったって、やる気なくしたわって最もスリップしやすいって認識しちゃったっていう風にコメント来て、難しい、テストでよくありますよね。確かに全部丸つける勇気はないです ね、うん、そうですね、これはなんか外した方がいいかなって思って、そう考えちゃいますよね、うん、なんかこの問題答えが A ばっか続いてるからそろそろ B にしようかなとかでもこれ重要ですよね、うん、雪や氷、あられ、雨氷、豆雨、どれを取ってもですね、どれが降ってきても滑りやすいんですよ、うん、この状況があった場合は、はい、外出の際注意が必要ですよ、うん、はい、ということになりますので、はい、さあ最後の問題です、はい、第5問、夏でも見られるものは、はい、これは皆さん分かった方多いんじゃないでしょうかね。お、大きい氷の塊として落ちてくるあられや氷ですね、はい、先ほどの1個ずつの、説明でも見ていただきました。雪だったら、まあ、夏くらい、ね、地上付近が暖かかったら溶けちゃって雨になるし、うん、雨氷は、やっぱり地上、雨氷や豆雨も地上付近が暖かかったら、うん、再び凍りつくとか過冷却水滴で落ちてくるとか、そういう状況にはならないですから、はい、やっぱり雨のまま落ちてくる、はい、となると氷の大きな塊として多少溶けても原型をとどめて落ちてくるものとすればあられや氷ということになります。これ一昨年東京で、三鷹でしたかね、はい、梅雨時にものすごい氷あられが降って、うん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 、一面雪景色みたいになった時がありましたよね、はいはい、うん、
ということで、あられ氷に関しては夏でも発生いたします。これは結構正解された方も多いかもしれないですね、うんうん、そう、氷の川ができてましたよね、うん、氷がこう流れていくっていう、うんうんうん、はい、ということで、はい、答えまとめて見てみますと、はい、こちら1問目は雨氷、うん、1つが正解、はい、問いの2は雪と氷あられ、2つの選択肢が正解、はい、問い3は雪、雨氷、2つですね、はい、問いの4は4つとも全部です、はい、問いの5は氷あられ、うん、1つということで、はい、簡単なのが、うん、比較的正解率がおそらく高いだろうというものが一番最後に来ているという。いや、最後、うん、これはもう問題作った人作詞ですねそうですね、あ、難しかったっていうふうに来てますね、はい、うん、恐るべしでしょう、うん、恐るべしですね、勝ち点恐るべしでしょう本当にこれは難しい、本当にガチですね、はい、難しいと思います。もう誰が作ったんだこれっていう風にこれはですねソライブ24スタッフの中の、はいはい、私は唯一の両親と呼んでいる、あの方ですか、あの方ですあんなに優しい、そうです、あの方があの方です、あんなに優しくて、あんなに丁寧な方がこれ作りました、はい、うん、こんな恐ろしい問題を作るんですね、そうなんです、はい、わかりました。では永井さんありがとうございました。さあ、では永井さんに解説していただきました。そうなんです、林さんって言って、そう、林さんですとかここで言っちゃうと、この YouTube に切り出すこの編集をするのも林さんなのでバレるので、秘密にしてください、はい、林さんの話なんてしていないということで、はい、林さんも予報士さんですからね、すごい詳しいんですよ、はい、さあということで、今日問題すべて行っていきましたが、キャンバスたくさんいただいていましたのでちょっと見ていきましょうか。あのねさっきなんか間違っちゃった、なんかバカなのがバレるみたいなコメントがですねチャットであったんですけど、これはね難しいですし間違っちゃいけない問題じゃないです、もう全然安心してください間違っても全然恥ずかしくないです。ということで空キャンバスちょっと見ていきたいと思うんですが、これ普通の特番とかじゃなくて普通のこういう番組でこの参加人数って今まであったかなっていうくらい空キャンバスものすごい多いです。私通常番組でこの人数の空キャンバス参加見たことないです。147枚ありがとうございますキャンバスって普段こんなに届かないんですけどね、147枚いただきましてありがとうございます。多くない？でもこれキュンとしてて見づらいですね、これチカチカしてくるということで、中さんはこれ結構いい感じじゃないですか、いっぱい丸つけて、あ、ほらこの問題の4問とかも全部つけていただいてありがとうございます。あ、マサヤンさんとかも全部つけていただいて、これ全問正解じゃないですか、マサヤンさん、あ、おめでとうございます、すごい、あ、このピンポンってなるんですね。他にも全問正解の方たくさんいらっしゃったと思うんですけれども、ちょっとざっと見ていきますと、あ、でも結構皆さんねいい感じですね、うん、あ、4問目多分1つしかつけてないのはこの中で最もっていう風に、やっぱさっきあれですね、ちゃぶ台投げた方たちでしょうね、きっとね、最もじゃないのみたいな言うね、うん、はい、あ、でも皆さんかなりねいいんじゃないですか、ヨーロパーカーさんもありがとうございます、モルチーさんも緑で囲っていただきましたが、結構皆さんね正解されてる方多いと思います。マサルさんとかもね、あの4問目で引っかからずに、うん、ありがとうございます。あ、リヤマさんもちゃんと勇気を持って4つつけていただいて、皆さんかなりいい感じですね、色を変える余裕まであるというね、炊飯ジャーさんありがとうございます。多すぎてどうやって紹介したらいいの、しみちゃんさんもありがとうございます。結構正解してますね皆さん。リングさんですね、 IHG さんからもいただきました、皆さんありがとうございます。春風さんですね、はい、やたがらすさん、もうランダムに見ております、何
どっから見たらいいのか、猫谷さんですね、ありがとうございます。ゲットンさんも参加していただきました。スペースサーカズさん、ありがとうございます。スペースサーカスさんですね、はい、うん、カイトラさんも書いていただきました。ありがとうございます。こんなにたくさん届くなんてありがとうございます。ゲンジーさんは絵まで描く余裕があったと、ありがとうございます。マスオ事務長さんも、あ、マスオさんもこれ全部正解じゃないですか、おめでとうございます。あの他にも全問正解の方たくさんいらっしゃったと思うんですけれども、ちょっとね、あのキュートしてるので、ちょっとあのありがとうございます。ありがとうございました。さあではですね、本当に多くの方がご参加いただきました。皆さん本当にありがとうございます、ね、かなりたくさんの方が参加していただいて、一緒にお天気を楽しんでいただきました。ありがとうございます。空ボタンはいいかと来てますけど、空ボタンはちょっと後で改めて見てみますか。はい、ありがとうございます。楽しかったっていう風にいただいてますね、アイナさん。うん、あ、素直なので引っかかりましたと。あ、そうですね、引っかかっちゃった方は素直なのかもしれない。ちょっとね、意地悪な問題とかもありましたけれども、まあ、でもぜひね、皆さんに覚えていただきたい内容ですので、今回、まあ、特にわからなかったところですね、こちらのガチ点は後ほど YouTube のウェザーニュースのチャンネルから繰り返しご覧いただけますので、またね、解説をご覧いただけたらと思います。あ、今日初めましての参加のアローンさんも楽しかったですと書いていただきました。ありがとうございます。さあではここまでお届けしていきました、ガチで天気の知識をつけるガチ天のコーナーでした。